はい、今回は半永久的に花を高くする方法をお伝えします。またこれ半永久的とか言ったらアンチの人に半永久的なんて安いって言うんじゃねえよって書かれちゃうかもしれないんですけど、まあ、最後まで見てもらったらあーなるほどなってなると思うのでぜひ最後までご視聴ください。今回なんで動画にしたかというと、僕花の動画って結構出してるんですけど、まあ、コメントでね花高くなりました、形変わりましたっていただくんですよ。ただ、まあ、その中でいつまでこの方法やったらいいんですかっていうコメントもいただくんですね。で正直全くやらなくなると多少戻っちゃうことあるんですよ。なので今回の方法はその戻っちゃうのを防ぐ方法でもあるので、ぜひずっと花の形をきれいにキープしたいっていう方はぜひ一緒にやっていきましょう。今回の動画が良かったら高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。ではやっていきましょう。今回の方法一言で言うとスキンケアで行う花を高くする方法になります。なんでスキンケアかと思った方いらっしゃると思うんですけど、スキンケアって朝夜って確実に行うじゃないですか。なのでスキンケアをしてる時に鼻ちょっと高くする工夫をしちゃえば、これ半永久的に鼻高くなるんちゃねと思ったんですね。しかもスキンケアってもう一回始めたらもうずっと行っていくものなので、今回タイトルに半永久的って付けさせてもらいました。はい、鼻高くするのもいいと思うし、鼻って毛穴とか目立つところだと思うので、今回の方法、まあ、化粧水だったり乳液をより浸透させる方法なので肌も綺麗になるし鼻も高くなるし、えめっちゃいいじゃんと思ったのでぜひやってみてください。しかもね30秒ですからね。じゃあもうね早速やっていきます。まず化粧水をつけます。はい、じゃあ皆さん一緒にやっていきましょう。はい、まず鼻をこんな感じで指を当ててみてください。中指を鼻の横にこうやって当てる感じで、鼻をこう高くするようにぐーっと鼻をちょっと持ち上げながら包むような感じ、こんな感じ、はい、で鼻をこうぐーっと圧迫しながらちょっとこう高くしていく感じ、圧迫しながらぐーっと鼻を持ち上げていく感じで全体的に鼻を包みます。でお化粧水つけてるので鼻の浸透してくるじゃないですか。でこの状態で30秒キープします。はい、いきます、よーいスタート。ぐーっと圧迫して、こうやって圧迫して鼻をちょっとこう前にちょっと前に持ち上げてる感じでキープ、30秒キープです。でつけたお化粧水だったり乳液だったりを浸透させるようなイメージでやってください。30秒だったら全然いいですよね。毎日のスキンケアに入れられると思うので、はい、もうちょっとです。はい、いいですよ。お疲れ様でした。はい、ほんとたったこれだけです。僕今たった30秒やっただけなんですけど、ちょっとだけ鼻高くなるんですよ、これだけでも。でなんでかっていうと、鼻をこう寄せたりこの手前側をちょっと圧迫したりするだけでも鼻って結構ね動いて高くすることできるので、ほんとこれだけです。なので化粧水つけて圧迫、乳液つけて圧迫、まあそれだけでも1分ですので、鼻の高さをねずっとキープしたいって方はぜひやってみてください。今後美容に関することで体の悩み顔の悩みありましたらリクエスト受付中です。 Twitter と Instagram もやってます、ぜひフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。